ここからはオフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは福岡県の52歳男性のお手紙です。親父のバカ野郎。今から20年も前のこと、親父が突然ボケた。痴呆症になったのである。当時僕には将来を決めた彼女がいて、両親にはその1年前に彼女を紹介していた。本来なら親父が痴呆症になったその年の秋に婚約をして、翌年の春に結婚する計画だった。これは両親には内緒だったが、彼女との結婚を機に今の古い家を新築し、両親と同居することも彼女は理解してくれていた。その時親父は78歳、おふくろも高齢で以前から肝硬変を患っていて、介護ができないために僕は会社を辞めて親父の介護に専念し、婚約と結婚もしばらく延期を決めた。そんな彼女も仕事が休みの時には親父の介護を手伝ってくれた。デートはいつも僕の自宅だったわけだ。それから1年後、努力の介護も虚しく、親父が風呂の中で眠るようにこの世を去った。親父の一周忌が終わり、残されたお袋のために新築の着工を始めた。だが完成まで残り1ヶ月という時に、お袋も親父のもとに旅立ってしまった。親父の痴呆症を発端に僕の人生設計が全て狂わされてしまった。それ以来、親父のバカ野郎といつも親父を恨んでいた。ある日、親父とお袋の遺品を整理していた時のこと、偶然に親父の日記を見つけた。親父が日記を書いていたとは知らなかった。日記を読んで、あるページで僕の手が止まった。そこは彼女を初めて挨拶に連れてきた日からの日記だった。そこには、僕と彼女の結婚への思い、同居希望の切ない願い、家を改築する案などが事細かく毎日のように綴られていた。それを読みながら涙があふれた。そして親父のバカ野郎と泣いた。それは恨みの言葉から感謝の言葉に変わった瞬間であった。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。またオフィスジオン寺尾俊一代表監修の漫画で丸わかり初めてのお葬式の本をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想ご質問などは住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fminfo@nara.fm、 ファックスの場合は 074224-8422、 074224-8422、 郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43、 奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415、 074224-8415、 奈良.fm へ。
オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。